南砺の流れは四十九里、土佐の山々の支流を集めて、水は下るにつれて満々と青さを増してくる。わしらは大昔からこの川に守られて暮らしてきたんじゃ。わしらにできることは、川のご機嫌を損ねんように余計な手出しはせんことじゃ。そうすれば魚も鳥も人間もみんな仲ようやってゆけると川漁師のおじさんが言った。ここには日本の味覚があった。日本のウイスキーがあった。サントリーオールド。Such a smiling morning, feeling love in the brightness. What a cheerful morning. Fresh の始まりです。朝コーヒーにブライト。ふとした巡り合いはいつ曲がり角からやってくるかわからない。このひととき、豊かな味わい、ネスカフェエクセラス。